はい、こんにちは、ひまじん27号です。今回は、こちらのタスクをやっていきますが、そろそろですね、低ランクバトルの方がですね、私自身も飽きてきたので、今回は、久々にですね、中ランクバトルに参加しようと思います。そしていつもとはちょっと違ったね、編成でいこうかなって思ってます。これですね、いいか、ライノさんいないし。で、この人はこれですね、マグナム。マグナム最近レベルを上げたのがあったはず。あれ、どこ行っちゃったかな。あ、いたレオさんはいや、レオさんやめときましょう。この子でいきましょうかね。で、この人を何て言うんですかね。お、これですね。いや、このピナッタですか。のレベル8にしたいですね。マグナムさんはもう8になったんですけど、よし、こんな感じでいきますかね。いやー、コサックさんの武器相変わらずちょっとって感じですね。これでいきたいと思います。バトルへ行きます。はい、こっち。はい、前回前々回かな、あれ違うな、2個前とかで新しい武器を買った動画でですね、2つ新しく買ったんですけど、コメントにもあったように、壁貫通ですが、試したところ、しましたね。壁貫通しました。まあ僕の時だけなのか分かりませんけど、まあ、壁のなんていうんですか、めり込み具合っていうんですかね、それによってもなんか貫通したりしなかったりがあるみたいで。ああ、アムロ行きます。なんてこと、壁のめり込み具合では貫通しなかったたりしますね。よし、では久々のストーカーさんで、うまく扱えるか分かりませんが、行っていきたいと思います。頑張りますよ。マジか。
ますね、やっぱりこのランクになると。ああ、埋められた。なかなか籠城戦ですね。なんか面白みのない戦いになっちゃいますね。こもると。勝ちました。一応勝ったんですけどね。いや、ちょっとこもり始めるのは早かったかな。意外とダメージ与えられるんですね、あのチャージのやつは。意外や意外。お、タスクも一つ達成です。次はちょっともうちょっと前線に行ってみようと思います。ええ、あまりこもっててもつまんないんでね。よし、ここか。ここか。まあまあまあ。よし。まずはコサックさんですね。やっぱオルカンさん欲しいですけどね。ゴールドはフューリーさんを買いたいので。どうしましょうかね、次どこに行きましょうか。
なるほど。そしたらどうしましょうかね。まあまあでしょうね。ここは全部ミスどころですかね。ストーカーさんの降りれない降りれない降りれないよ。うわ、行って最悪だ。真ん中か向こう側を占領したいな。よし、私がトップだ。行くよ。今後よろしく。取れない。今後よろしく頼むぜ。
残念ですね。まあ頑張った方じゃないですか、僕にしたら。いや上のよく登れましたね、あれ。射程内か、いや、まだか。ああ間違えた、やらせはせん。どうしようかな、どこでしか残っていない。うわーきついですね。頑張ってください。うやばい、やばい、無理か、もう無理か。そう、どうしようかな。あーきついですね、きつい。もう外した。いや無理っす、いや無理っす。ああごめんなさい。まあ、いや申し訳ないですね、コサックさんが悪かったかな。いや悔しいですね。どうすればよかったんでしょうか。いや残念。じゃあ今回はこの辺でいいですかね。久々の中ランクバトルでした。あ、そういえばストーカーさんはロボットの大きさはどうなんですかね。サイズは軽量、軽ロボットか。あ、やっぱり軽ロボットなんですね。いや悔しいですね。